アマス傾向は中華民国の政治家、外交官、民国期の外交部長、人ともう人の側近で、新興成派の理想人の下でも活動した。聖火大学を卒業後、1920年にアメリカへ留学し、ウィスコンシン大学、ハーバード大学で政治学、外交学を学び、ハーバード大学で哲学博士号を取得した。1926年に帰国し、 当初は、上海の各大学で教弁を取った。翌1927年、菅は、武漢国民政府外交部に招聘されて外交部長、陣ともう人の秘書となり、間もなく秘書長に昇進した。武漢国民政府が反響に転じ、陳がモスクワへ去ると、菅が、暫時外交部長を代理している。11月、小学臨時政務委員会委員となり、さらに、 公館関監督権特箱来た交渉員に任ぜられた。その後、天助公は新興政派の理想人を頼って公正省におもむき、翌1928年、理の下で第一方面軍外交所所長となる。1931年、西南派による関東国民政府が成立すると、関もこれに参加し、第四集団軍外交所所長に任ぜられた。同政府には、 神とも人も外交部長として参加しており、官は再び、神を補佐して活動している。満州事変後の大同団結により、神が合流後の国民政府でも外交部長に任ぜられると、官は外交部長無事長として起用された。翌1932年1月、早くも神とも人は部長を辞任し、天助公もこれに従い自らも、 自長職を離れたが、その後の官は中間トン、厚生特派員を務めている。1936年5月に辞任し、翌年8月、国防参議会参議院となった。1938年6月、第一期国民賛成会参政院に選出された。日中戦争終結後の1946年に、北平行長江顧問に任ぜられる。1949年、 一旦香港に移るが、間もなく国際連合代表に任命され、アメリカに赴任した。後に、ラトガース大学で教授となっている。1984年、ニューヨークにて病没。去年88。ありがとうございます。